バニラスカイ。女の子はいつでもヒロインになれる。ハッピーです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信してます、シンガーソングライターのようこです。今夜のバニラスカイ、一人寂しくお届けしたいと思いますが、いつもねうちの姫娘のシノンをねゲストに迎えて、一緒に楽しくバニラスカイ届けてくださいというね、あったかいメッセージもありがとうございます。今夜は皆さんと一対一でイチャイチャしたいと思いますので、最後までお付き合いください。すっかりね鹿児島も春を通り越して夏って言いたいくらいね、もうすっかりすっかり春でございます。桜もあっという間にね散っちゃいましたよね。寂しかったけどね。でもね今年の春は私にとって、私の人生にとってね忘れられない春になります。ではね皆さん、この曲を聴いてもうドライブ楽しんでください。沖縄もすっかり暑いですね。Can't stop my heart というね、もうこの気持ち止められない、ね、噛んじゃった。ちょっとキャピキャピ言おうと思ったらちょっと噛んじゃいましたね。この気持ち止められないというね感じのナンバーお届けしたいと思います。 Can't stop my heart。空小さな君の声が風
皆さん1週間いかがお過ごしでしたか。ヨコはですね、サウンドプロデュースでお世話になってる石井さんが素敵な楽曲を何曲もね作ってくださって、その楽曲に関しての新しい歌詞を考えている1週間でございました。で、来週といいますか今日からの1週間もまた歌詞を考える1週間にねなりますね。でさ、最近歌詞考えててもその歌詞として書き表してなかったので、あのね、いろんな日常の付箋紙、日常にとにかくねこう付箋を貼っていたことを集めてるんですけれども、今まではねあの携帯のメモに書いてみたりとかメモ帳に書いてみたりとかねこうしてたんですけどね、なんせ私の心の中に留めてたので、もう今ねその付箋紙を収集することにね必死です。皆さん何のことだよって思ってるでしょ。いやね、歌詞ってね人それぞれこう書き方違うと思うんですけど、例えばさ小学校の時にさ詩というものを書くじゃないですか。私ね小学校3年生の時に初めて詩を書く授業をして、それで表彰されたことがありまして、それ以来表彰されていないので、私の歌詞はさ、いやね CD にしていいのかなと思いながらねシンガーソングライターしてますけど、あ、皆さんここ笑うところですね。そうそう、まあなんだけどね、まあ、そんな私なんですけれども、皆さんにさリクエストいただいたり、この曲好きですって言ってもらえるとねやっぱり嬉しいですね。小学校3年生の時に表彰された詩を書く技術しかない陽子がですね、もう毎日毎日自分の体の中、そして頭の中から絞り出して絞り出してふーってなって、また絞り出して絞り出してっていうね作業をね1週間またして、いつになったら皆さんにね素敵な新曲お届けできるかな、いやすぐ届けたいみたいな感じでね取り組みたいと思いますので、気長ではなくせかして皆さんお待ちくださいね。まだなのまだなのって言ってあげてください。未来の私に、私も皆さんのことを考えて新曲をお届けしたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。とはいえね、私も大事な人がいっぱいいますが、その大事な方々とのね愛をね育むラブソングを作るために、最近失恋ソングみたいな歌詞が書けないっていうのもある意味悩みですね。だってさ、娘の寝顔可愛いのよ、中学校2年生にこの春なりましたがね、もう可愛いわけよ。自分のベッドがね欲しいからって言って娘のね部屋から追い出されたのに、なのに私のベッドで寝てくれるっていう、何度も優しい、うちの子ね、いつもこのラジオにねゲストで出てくれるので、今いないからふふふふふふっていう感じでね皆さんわかります、勝利の笑みを浮かべときますわ。もうね可愛くて仕方がないんですけれども、一丁前なこともねいろいろ考えてるみたいでね、この間なんてね、私 A 型なんですよ。で娘はね AB 型で、うちはシングルマザーと呼ばれる家庭ですのでね、まあそれは私も一度結婚したことはありますけれども、まあ娘とねとある方とね、私は何型でしょうみたいな話をしてたんですよ。そしたら私 AB 型の友達と相性がいいって言って、でママ A 型なんですけどね、なんか A 型と相性がいいのか悪いのかちょっと濁してみたりとか一丁前なこと言うんですよ。またそれも可愛いわけですよ。まあね、私は断然みんなとどの血液型とも相性はいいよって言って、でもね O 型の人って結構私相性よくって、ほんとねそれはあるのよ。男性の B 型は個性的だなっていうか、私とはね、まあそんなこと言ったら応援してくださる B 型の男性に叱られちゃいそうなのでね、何とも言えませんが、ただね人生においてB 型の女性は結構助けてくださるというか支えてくださる、タイミングタイミングでねキーパーソンになってるなっていうのはありますっていう話をしてて、皆さんそういうのあります？私今この血液型の話をね一人で
話しときながら、あんまり気にしないんだけど、てか全然気にしないんだけど、ただね、O 型の人はね、 A 型に合うっていうのは本当なのかもなっていうのはね、結構思いますね。まあ、とはいえ AB 型でね、なんかそういうことを言いたくなる、なんていうの、お年頃なのかな、中学校2年生ってね、可愛いんですよ本当ね。皆さんもね、大事な方が子供さんであったり、お孫さんであったり、そしてパートナーであったり、お父さんお母さんであったりね、まあ可愛いと言える方がいらっしゃる方はね、それは素敵なことだと思いますよね、お互いね。まあとにかく、そんな私ほっこり毎日しておりますが、次の曲はほっこりするナンバーをお届けしたいと思います。春のね、芝生ぴったりな曲なんです。ダイアリーという曲をお届けしたいと思います。この曲はね、ミニアルバムとして私が、活動、今もう6年目に入りましたが、私の活動、嘘だ、ごめん、活動5年目か、2015年の11月に新曲じゃない、1枚目出してるから、2016、2017、2018、2019、2020、2021、6年目でした。あってだよ、何秒か前の私を褒めてあげたい。6年目。うわー、すいませんね皆さん。適当ではありませんよ。ちょっと最近考えないと言葉が出てこないというね。ヨーコワールドは炸裂。なぜなら歌詞を考えてるから。ということで言い訳しておきましょう。あ、前置きが長いですね。6年目を迎えているヨーコなんですけれども、2枚目の CD をね、出した時のミニアルバムのタイトルがダイアリーという曲でした。このダイアリーはね、私と出会ってくれてから長い曲なんですけれども、やっぱりね、この春のね、新芽が芽吹く頃、緑が豊かな頃にね、なんかね、聴きたくなってね、よく自分でも車で聴きながら運転してます。そういう素敵なダイアリーを聴きながら、皆さん一緒にほっこりしましょう。それではお聴きください、ダイアリー。悲しくなるわけなんて一つもないのに、心細い魔法のような時間は過ぎて振り返り、考えるほど下手の靴で追いかけてたの、眩い光る未来の姿を焦った写真の少女はこっちを向いて笑った。ねじめくる指が震え、涙がこぼれる、愛しい過ごした時間と
よ皆さん。今夜も行きましょう。ハピモノ。ハピモノの時間でございます。今日の陽子のハピモノはズバリキティちゃん。ハローキティちゃん大好きなんですよ。でね、ハローキティちゃんと言っときながらもう一ついいですか。もう一ついいのか、いいのか、いいのか。あのね、実はね、クレヨンしんちゃんも大好きなのね。もう大好きなのよ。明日4月23日金曜日夜8時より陽子のオフィシャル YouTube、 そして鹿児島のね KKB 鹿児島放送というテレビ局の公式アプリカプリより配信生ライブ Choose Happiness を開催いたします。陽子明日もいつもお世話になってますピアノの北園真由美さんと一緒にね、 KKB 鹿児島放送のスタジオよりチューズハピネスというねアコースティックライブをお届けするんですけれども、実はね先月あのチューズハピネスでそのアコースティックライブでね、私が気を抜いてたんでしょうね、親友のひかちゃんにいただいたキティちゃんの靴下をね履いたまま何度歌ってたんですよ。そしたら本番始まる直前に皆さんにキティちゃん可愛いねという風に言っていただいて、で本番でもねこの今日はキティちゃんのね靴下、キティちゃん可愛いねって言ったのは靴下履いてたんですよ。そうひかちゃんにいただいた可愛い靴下のキティちゃんを履きながら一生懸命大人のラブソングを歌ってて、でその途中でねあのキティちゃんを紹介したんですけれども、その KKB 鹿児島放送さんでもね放送されてるクレヨンしんちゃんが私は大好きなのね。でまあここからヒートアップしないでラジオをお届けしなきゃだと思うんですけれども、とにかく大好きなクレヨンしんちゃんをね今度のチューズハピネスで靴下、クレヨンしんちゃんの靴下を履いてお届けしたいなとか言ってたら、私娘がね何にもその話をする前、何にもするってなんかちょっと日本語変だな、その話をする、もうヒートアップしてるな、その話をする前にね娘が誕生日プレゼントとしてクレヨンしんちゃんの靴下も買ってくれてたんですよ。だからね明日のチューズハピネス、私正々堂々とねクレヨンしんちゃんの靴下を履いて生配信ライブ、また大人のナンバーをね集めてますが、靴下だけは子供の心忘れないぞみたいな感じでねお届けしたいなと思います。どんな感じだよ私。もうねとにかくねキティちゃん、この誕生日に関しましてキティちゃんグッズがめちゃくちゃ集まりまして、まあ集めたの誰だよ、お前だろ、はいそうですみたいな感じで私は集めたんですけれども、クレヨンしんちゃんもね明日は履きますし、何よりもこの4月は毎日毎日ハローキティちゃんに癒されております。ぜひね皆さん大事なアニメーションのねキャラクターとか、まあキャラだけじゃないよね、大事な私を癒してくれるものことっていうのはね尊いですよ、尊い、いくつになっても必要です。ぜひハピモノ陽子は今日はハローキティちゃん、そしてクレヨンしんちゃんとご紹介しましたが、あ陽子これに癒されてるのねって感じで、知らない方は検索していただいたり、知ってる方はうんわかるわって言ってキティちゃんとしんちゃんの魅力ぜひぜひ見つけてください、お願いします。ということで明日のねチューズハッピネス生配信ライブ、ピアノの北園真由美さんと一緒に楽しくお届けしますので、ぜひぜひご覧ください。ヨーコのオフィシャル YouTube は YOKO ヨーコ鹿児島で検索していただきますとすぐご覧いただけますのでね、今金髪になっております。私どんなやつだと思う方は、あ金髪の子ねで、結構アッシュの時間も多かったのでね、アッシュヘアっていうのは灰色ですね、ちょっと黒く見えるかな、そういう髪型とかも、私ですので、ぜひそちらの方もチェックしてくださいね、お願いします。今夜のバニラスカイもお母さん要素多めでお届けしておりますが、陽子お母さん、陽子ママでね歌詞を書きましたキス&ハグという曲をお届けしたいと思います。ぜひね皆さんの大事な方を思い浮かべてお聴きください。キス&ハグ、
君とっても好きがいっぱい」「君との毎日を綴る僕のカレンダー」「些細なことで喧嘩をするよりも」「ニヤニヤしちゃうよ」「このまま時間が止まればいいのに」「君を思うたびに涙が溢れてくる」「いつの間にか泣き虫な僕たちは強くなるように抱きしめ合うんだ」「この広い空の下に愛を伝えたい君がいる」「いつでも心は抱きしめ合っているから」「ちっぽけな自分を奮い立たせる愛」「言葉は明日を変えていくために必要な愛」幸せな君と僕のカレンダー今日もお休みのキスをするときに一緒に祈ろうみんなが幸せでありますように愛し合うことでこんなにも力が生まれるならみんなの思い集めて届けるよ次の世界へ今一つになろうこの広い星の中に愛を伝えたい君がいる何があっても心は抱きしめ合っているからいつかこの日々が思い出になる時も愛言葉は僕の中で生き続ける変わらない I love you ずっとずっとそばにいよう愛しくてたまらない守り抜くバニラスカイ皆さんのリクエストやメッセージ大募集しています。宛先は797@fmginowan.com 797@fmginowan.com バニラスカイ宛てにお願いいたします。それでは皆さんにとってめちゃくちゃハッピーな一週間を過ごしてくださいね。そして明日のチューズハッピネス生配信ライブも一緒に盛り上がりましょう。今夜もありがとう。それでは一緒にバイバイハッピー。